里崎チャンネル、こんにちは。こんにちは。さあということで、はい、もうプロ野球シーズン開幕に向けて、はい、今日は順位予想。はい、いやもう開幕迫ってるって感じしますね。ねえ、まあ無事にねここまで、まあそのね球界から奥のコロナ陽性者を出すことなく、うん、ここまで来たっていうのはね、はい、まあ良かったですよね、うん、しかもですね、はい、里崎チャンネルは日本で一番順位予想っていうのをお正月にやりましたけど、はいはい、うん、お正月言った順位はこちらです、予想の、はい、さあこれでねどうなってるのか。パリーグはね、うん、1位ソフトバンク、はい、2位が西武、3位ロッテ、4位楽天、うん、で5位オリックス、6位日本ハムという、はい、お正月の予想でしたけども、うん、それがどう変わったのかっていうね。おどうですかね、まあ、結構選手 の, その外国人が来られる来られないとか、まあ、ありますしね、新戦力入ったりと か, とか、ね、ありますからね。いろんなドラマがね、うん、年明け早々、はい、起こりましたけども、うん、それを反映してしかも、はい、いろんなところでもう佐々木の順位言ってますけど、はい、これが最終決定なんで、はい、正直変わったところもあるかも分かってます。おもう最後の最後やっぱオープン戦の結果っていうのもありますね。そうそう、全部うまいんで、あ今までやって全部途中経過だから。そうですね、もう聞きたがるのよ、うん、順位予想を、うん、とにかく、はい、そんなに何回も聞いて楽しいかっていう ねやっと今この撮影はオープン戦が全部終わってからの撮影になってるんで、そうそうそう、うん、もう最終段階ですね、うん、袴田さんもするんですよね。袴田さんしかも、はい、佐々木雄に起こされてきてますね、はい、そうですか。ソフトバンクのなんか番組に出て優勝、はい、楽天って言ったらしいじゃないですか。言いました、さすがです。いやだやっぱいいね、すごい雰囲気にならなかったですか。なんでみたいな感じのやっぱ反応されましたよ。なるでしょう、はい、それを乗り越えて自分の信念を変えないのが、はい、やっぱり佐々木チャンネルの心情よ。なるほど、いるのよ、うん、あの行く地区によって順位予想を変える人。ああそうなんですか。そうそうそう、でもやっぱ結構怖かったですよ。うん、そりゃそうでしょ、だってホークス応援番組でしょ、はい、しかもだってホークスファンが見る番組じゃないですか、うん、何のために来たんだってこう叩かれるんじゃないかって思ったんですけど、うん、やっぱちょっとネット見ちゃったんですよ、うん、普段あんま見ないんですけど、うん、見ようと思って怖いから、うんうんうん、そしたら あのブレないのさすがとかそうそう、それはもう佐々木チャンネル出ててブレる人使えないからね。よかったと思って、うんうん、はい、しかもだって内田美玲ちゃんにも会ったんでしょ。あ、内田真彩ちゃん。あ、内田真彩ちゃん、はい、うん、会いました、ったんでしょ。しかも、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、うん、お会いしてみたかったですって最初に言ってくださったんですよ。そうそう、はい、真彩ちゃんもね、あの見てくださってるそうなので、はい、真彩ちゃんもね、はい、お世辞が言えるようになったんですね。ちょっといや可愛かったです、はい、僕も夜遊びに出してもらって、はい、アベマのね、はいはい、そこからですけども、そうですね、あと忘れてた、はい、なんと、はい、内田さんも見てくれてるんですけど、はい、このチャンネル、うん、井端さんの息子さんがかなり見てくれてるらしいです。この前あのリモート あの取材があるときに、はい、井端さんの息子さんもそのリモートのとこ出て、うん、なんかあの佐藤に言いたいことがあるらしいって言って、うん、毎日見てますって。井端さんの息子さん、ありがとう、ありがとうございます。名前聞くの忘れてた。広がってますね。いや広がってますね、うん、ということで、はい、今日はパリーグの順位予想していきますけども、はい、じゃあ一斉に6位からいこっか。はい、2人ずつ発表する感じで、はい、じゃあですか、ちょっと私携帯にちゃんと記録したんで、はい、はい、6位、はい、せーの、日本ハム。お、一緒っすね。おお、そうですね、まあここはやっぱり予想としては6番人気になります。はい、やはりそのまあ打線でいうと中田、渡辺、うん、西川、近藤、はい、太田っていうところはもう素晴らしい、はい、もう超日本を代表するね、うん、選手ですけども、うん、まあ、あの三遊間、まあ、野村、平沼、うん、まあ、昨年終盤ね、まあ、野村もしかもオープン戦いい感じで打ってるっていうところもあるし、そこの台頭に否めないし、ピッチャー陣もまあ開幕投手が噂はになって、うん、でまあ、それに準ずるところが、まあ、吉田恒成もねいいところも見せてましたけど、で、まあ、あの後ろ中継ぎ以降もちょっと不安要素が多いと、うん、そうです、うん、っていうところで、まあ、6位です。そうですね、はい、やっぱりあの有原投手が抜けたなっていうのもねかなり大きいんじゃないかなって、そうですね、まあ、私も思ったところで6位に、もともとねちょっと6枚いないところで有原抜けてるんでね、はい、そこは痛いなっていうね、うん、でちなみに続いて5位です、はい、あ、もうめちゃくちゃここ迷ってるんですよ、まあ、決めましたけどね、はい、はい、せーの、オリックス。
ほう、ロッテですね。ロッテにしちゃう。で、まあ僕、ちなみにオリックス、まあもちろんね、山本山岡、うん、で、吉田正尚含めた選手たちのこのダントツの能力差はありますけど、はい、やっぱそれに準ずる選手たちがちょっといなさすぎるっていうね、うん、まあその紅林選手だったり岡本選手だったりっていうね、うん、若手のあと佐野選手も含めて若手のね台頭、やっぱ若手の伸びしろは無限大にあるんですけど、その若手が一気にブレイクして伸びてくると面白い存在になるかなっていうところはありますけども、うん、スタートする前で考えるとやはりそのトップの次が差が開きすぎっていうところと、うん、期待しても期待に応えてくれないっていうところでもうここら辺なのかなっていうね、っていうので5位です。なるほど、やっぱり私はもうロッテがどうとかじゃないんですよ。じゃあ4位も聞いておきます。4位も言っておきます。はいはい、4位、はい、せーの、ロッテ。あ、そこはね、ここはね、うん、多いと思うんですよ、はい、A クラスと B クラスでね、はい、やっぱソフトバンク、楽天、西武と、うん、ロッテ、オリックス、日本ハムのこの AB が多分多いと思う、うん、その中で変わるとしたら、はい、ロッテと西武なのかなっていう感じはあるんですけども、うんうん、まあロッテは昨年に、はい、まあ、素晴らしい戦いしたっていうところはありますけども、やっぱりトータルで見ると結果は2位なんですけど、中身見ていくとやっぱそのオリックス戦の貯金10いくつっていうのがもうめちゃくちゃでかいんですよね、うん、開幕2カード目の同一カード6連戦を全勝した、はい、あの勢いっていうのがあって、結局その貯金を食い潰したけども、そのオリックスの貯金10何個が生きたっていうのもあるんですよね、はい、でそこでロッテが今年やらなきゃいけないことは、オリックスの貯金を守りながら西武と楽天の対戦成績を5割ぐらいに持っていかないといけないんだよ。この西武と楽天にめちゃくちゃ借金してて、はい、オリックスの貯金を食い潰してるんで、うん、まあ、そこを戻すっていうことになった時に大丈夫かなっていう思いが不安があるのと、若手の伸びしろがね、オリックスの選手たちも含めて期待値は高いんですけど、もっとこの能力を上げていかないと、まあ、発展途上チーム、うん、だからその発展すればいいけども、絶対でいいかって言われると、まあなかなかんって思っちゃって4位、うん、だからお正月ではね A クラスに入ってたと思うんですよ、はい、でも、うん、なんて言ってもよ、はい、もう分かりますよ、はい、分かるでしょ、分かります。4位にしてたチームがちょっと上に来ちゃったってことですね。井之橋さんがさ海外から、はい、すっごいの帰ってきたのよ。そうですね、バリバリのメジャーリーガーとしちゃいましたからね。あれが来て、うん、落ちちゃったのよね。もともと3位だったんでしたっけ。もともと3位よ、はい、お正月はがこう下がっちゃうと B クラスに入ってた、だってそこが来るってそんな知らなかったもん、うん、まあ、まあそうですよね、あの時は、うん、じゃあ3位いきます、はい、せーの、西武。そうよ、はい、ここは、はい、やっぱ西武は昨年ね、まあ、最後の怒涛の追い上げで3位に上がってきて、はい、ひょっとしたら2位いけるんちゃうかっていうね、うん、戦い方はやっぱり立派だと思うんですよね、はい、でその中でやっぱ去年1年間で考えると、やっぱり森と山川のやっぱ不振っていうのはチームにとってすごい大打撃、うん、ね、だからその秋山の穴を埋めるよりも、うん、既存のもともと活躍しなきゃいけない選手たちが能力を発揮できなかったっていうところが痛かったですね。そうです。でも今年オープン戦2人ともいいじゃないですか。いいのよ。そうなんですよ、うん、だからよ、うん、あげたい気持ちもあるのよ、はい、正直ね。いや、私はもともと5位から3位ですから、ね、あ、そう、ジャンプアップ、ジャンプアップ。やっぱこの2人が結構いいと、もうチームも上がってくるだろうなと。そうそうそう。他のチームは外国人が来日してないチーム多いじゃないですか、うん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 、その中でもともと和製でやってたチームなので、うん、まあ、やっぱ上に行くんじゃないかなと。あとはもう先発なのよ。そうですね、やっぱりね、こう高橋コーナーが開幕、うん、その後どうなるんや、まあ、中継ぎはいいとしても、はい、そこだけが課題なのよ。あんまり読めないですよね、うん、そこがどこ、そうだから爆発力あるよ、うん、だそこがどうなるかなっていう不安要素、はい、じゃあ2位、佐藤さんどっちなんだろう、はい、せーの、ソフトバンク。楽天、お、ぶれないですね。ぶれないですよ、うん、まあここはね、はい、1位ソフトバンク、僕は2位楽天、うん、中村さんは1位楽天、2位ソフトバンク、はい、で楽天がなんで2位かっていうと、はい、マー君入ってきてマー君フィーバー確かに分かると、うん、でも24連勝はない、あれはもうすごいけど、はい、あんなの何回も出せるほどじゃないよね、はい、それは運もいるしね、うん、いろんな作用があってるんだから、でも俺15は硬いと思うの、はい、でまあ、ピッチャーの勝ち負けは打線の援護にもよるから、うん、まあ、なかなか、ね、打ってくれなかったら勝率上がらないからっていうのもあるけども、まあ、怪我しなかったら俺は15は硬いと思うんだけどもよ、うん、みんなは言うのよ、うん、マー君、ワークイー、則本、岸、はい、新人の早川、うん、最強って言うのよ、はい、でも俺はそこに
うんって言いたいの、うん、やっぱりね不安要素があるっていう、はい、まあ、マー君の15勝は勝った、はい、普通にいけば、うん、枠井、はい、ロッテ来てから、まあ、こんなこと言いたくないよ、はいはい、2年連続結果残してないんだよ。あ、今までですか、うん、去年最多勝取ってますからね、うん、上がって落ちるね、はい、でしかももう若手じゃないから、はい、大ベテランだから、うん、能力を維持して、まあ、落ちていくのよ、うん、その中でその下降戦を抑えるっていうのが大事なんだけども、はい、そこどうですかねっていう不安。いやー確かにオープン戦最後の登板がちょっと不安定だったんですよ、うん、8失点ぐらいしてて、うん、しかも去年も最後ちょっと尻すぼみ感あったんだよね、はい、いやただやっぱり今年開幕投手が涌井投手ですし、うん、そこはやっぱりベテランなりにすごい調整してくるんじゃないかなって私は思ってるんですよ、ね、うん、気持ちの部分ね、はい、はい、スキル的な部分ですか、そう、うん、が不安なの俺はね、はいはい、うん、でじゃあ則本、はい、そりゃもう、うん、マー君の2013年、はい、24勝の裏に15勝がある、はい、そうです、その強さもあるけども、はい、怪我で手術してここ2年は5勝止まり、はい、復活どうか。いや今年はなんかオープン戦の感じも良さそうな感じでしたけどね、うん、まあ、私はど素人ですけど、それ1年間ね、はい、っていうところで、うん、その野性味あふれる、はい、パワフルピッチングが返ってくるのかっていうところのまだ不安あるよね、やっぱ 5勝5勝だからね、まあ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 、うん、いやいや、また復活しましたから、復活だから復活できるかどうかっていうねチャレンジだね、そうですね、キーマンにも言ってましたしね、そうそうそう、今年ので岸、うん、最近1年間ローテーション守ってないんだよ、まあ、ちょっと怪我がちではあるんですよね、そうなんだ、去年も7勝1敗か、うん、ただ意外と岸投手はいいピッチングしてても援護点に恵まれないっていうのが結構今までずっとあるんですよ、うん、でもやっぱり1年間いないと、まあまあそうですね、そこの不安要素があるの、うん、どれぐらい働けるかなっていう、はい、働けたらそれはすごいよ、はい、そう、働いたら安定してるんですよ、めちゃくちゃ、うん、でもそれができないのがまた難しいところなんよ、はい、だからそこの不安要素あるけどね、はい、うん、で早川ね、はい、そりゃいいよピッチング見れて、うん、でも新人よ、はい、1年間、うん、どこまでできるか未知数よ、まあ、読めないですよね、計算できないじゃん、うん、っていう5人どうですか、うん、いやでもやっぱりもうこの人だっていう、誰になるんだろうじゃない、この人だっていう5人がいるっていうのは大きいと思うんですよね、で滝中、はい、滝中投手だと思います、いい感じでね、はい、来てるっていうのはありますけども、うん、友情不安あるわ、だから2位俺は、だから、そうですか、うん、だからそこ夢見るからね、はい、袴田さんは、はい、それは袴田さんよりに頑張ったらそれは行くよね、はい、うん、いや私はもう2013年基準で考えてるんですよ、2013年の時の戦力と今の戦力比較してどうかっていうのを見た時に、うんうん、全然なんなら投手陣で言ったら今年の方が多分枚数は多くいますし、うんうんうん、まあ、ジョーンズマギーっていうのもいましたけど、うん、今年浅村選手もいるし、うんうん、で前より成長してる今オープン戦でもすぐ打ってる島内選手がいて、うんうん、辰巳選手もオープン戦ですごい打ってるし、うん、もう和製でカバーしていきますよ、そもう2013年より戦力いいんじゃないかみたいな、そっちよりね、はい、俺はこっちよりよ、はい、で1位がソフトバンク、はい、ソフトバンクはもう、うん、毎年開幕で人全員いないから、はい、で全員集合でクライマックス食うから、はい、まあそう最後強いんだよな、まあ、普通の予想でしたら、はい、まあ、こういう感じになるかなっていうところと、はい、まあ、楽天のポジ要素は松井裕樹が抑えに帰ったことです、そうですね、これはもうかなりのポジティブ要素だから、うん、まあ、そこがどうもあるかっていうところと、うん、ソフトバンクはねやっぱ強靭な戦力で戦っていく中でのチャレンジャー、ね、うん、はい、やっぱりホークスの番組でいろいろ戦力分析ってやりましたけど、うんうん、やっぱりそうはめちゃくちゃ暑いですね、いやそれは暑いよ本当に、だからやっぱり1位予想になっちゃうんだけど、まあね、袴田さんと俺とこういうなりましたけど、はい、これだけじゃつまんないと、はい、新企画発動です、はい、データから見るパリーグ順位予想、はい、こっちです、データなんて出せます、順位予想、はい、独自の佐々木修で、はい、数字化して、うん、それを当てはめて順位を計算式で決めました。うーん、で今までのやつは主観です、はい、完全に、まあ、完全に自分の、ね、思いですから、はい、ここからはデータで順位予想を決めたんですけども、はい、このデータはですね、うん、昨年の順位、チーム打率、チーム防御率、はい、盗塁とか、うん、守備率とか、はい、ホールド、セーブ、あと完封勝ち、ね、完封勝ちっていうのは中継ぎを使っても完封して勝ったっていうのは、うん、やっぱりその投手陣の安定じゃんね、はい、でそういうのを全部踏まえて
まあ、バッターはチーム打率、チーム本塁打数、チーム盗塁数、チーム出塁率、はい、で、守備面はチーム防御率、ホールド数、セーブ数、完封勝ち数、守備率を1位のチームには6点、はい、で順に5、4、3、2、1点数化していったってことですね。でもし同率だった場合はもし3点3点とかね、はい、4位が一緒だったら3点3点で、うん、6位の人が1点、2点のチームがいなくなるっていう、はい、オープン戦も順位、チーム打率、うん、チーム防御率っていうのを同じ計算式で、うん、はい、それを全部足した中での順位発表です。あ、オープン戦での点数を出したってことですね、はい、オープン戦も点数でだって、うん、昨年のチーム状況も点数で出して、はい、それを全部足して何点になったかっていうところの順位予想です。はい、おー、なるほど。はい、ちなみに数値で見た最下位は、うん、日本ハムです。おー、あ、じゃあ予想と一緒なんだ。はい、日本ハムはですね、はい、昨年の順位打撃面が15点、はい、投手守備部門9点の今年のオープン戦6点ということで、うん、30点っていうね、はい、で最下位です、はい、予想、うん、で、同率4位、うん、はい、点数一緒なんですけどここは昨年の順位の上下で決めました。あ、なるほど。5位はオリックス、はい、で4位は西武、うん、こちら43点です。へえ、西武が4位なんだ、はい、はい、で3位がロッテ、はい、47点、はい、2位が楽天、うん、48点、はい、1位ソフトバンク66点と、ダントツじゃないですか。オープン戦の点数もソフトバンクが一番多いんで、はい、13点っていう。そうですね、はい、パリーグでは1位でしたもんね。そうなんです、あのソフトバンクはパリーグでは1位で、チーム防御率も1位、うん、チーム打率は最下位なんですけども、はい、全部合わせると13点という形で、うん、オープン戦の中ではパリーグ一番点数取ってるんで、はい、だからまあデータから見る順位予想は1位ソフトバンク、2位楽天、はい、3位ロッテ、4位西武、5位オリックス、6位日本ハムです。あれ、なんかほとんどあれですね、ほとんどやっぱり私たちの主観と似てるところはありますね。そう、データから見てもね、うん、だそういうチーム防御率、守備とか全部の要素を足して、はい、でこっからポジティブ要素を入れて点数を増やそうと思ったんですけど、はい、ほぼ離れてるんで順位が変わらないって。確かに、だって日本ハムとソフトバンクが倍ぐらいありますもんね、点が。そう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 。日本ハムは昨年完封勝ちも一番少ないし、はい、守備率も一番悪いんですよ。へー。でセーブ数も2番目に少なくて、ホールドも2番目に少ない、はい、で防御率はあの4番目なんですよ。うん、だから投手部門の総得点が9点しかないんで、もうここでソフトバンクと3倍の差がついてるんですよ。うん、で打撃面はあのチーム打率が同率2位で5点、うん、で本塁打数一番少なくて1点なんですよ、はい、で盗塁数もあの少なくて 2点、で出塁率は2番目に高くて5点なんですけど、ここ15点っていう、うん、でこれもパリーグでは4位なんですよ。へー。だそういった面でも、うん、ちょっと全体のトータル成績考えてもやっぱり底上げが必要かなっていうところで、うん、予想としては6位ですよ、うん、そうですね。だってソフトバンクなんてチーム打率は2位で5点、うん、で本塁打数1番目で6点、盗塁も1番目で6点、うん、出塁率は少ないんだけど4位で3点、うん、で防御率は1位、ホールド数1位で、セーブは、3位で、完封勝ち1位、守備率2位だから27点。まあ、どの分野でもほぼほぼ上位にいますもんね。そうなんですよ。でオープン戦も状態いいんで、はい、それはもう高得点。そうですね、はい、いやまあでもオープン戦じゃないですか、うん、オープン戦やっぱ若手を試したりとか、うん、いろいろあるじゃないですか。そうそう、だからオープン戦を若手試すから、うん、なんと、はい、オープン戦のチーム打率最下位なんで。わー、ほんとだ。若手試してるからなのに1位の13点。だって防御率が一番良くて、はい、順位は一番上だから、パ・リーグの中だったら。そうですね、うん、あら、本当ですね、強いですね。楽天はちなみに、はい、オープン戦だけで言うと10点、はい、順位は、うん、4番目なんで、はい、でチーム打率は1位なんですけど、チーム防御率最下位なんで、うん、結構打ち込まれてるところが多くて、パ・リーグの中ではね、はい、結構その打ち込まれたり心配になりましたけど、私は佐藤さんの言葉を信じてたんで。なんですか？オープン戦は試してるだけだと。ああ、ベテラン投手は試してるだけだから関係ないと。高山さん、はい、そんなこと言ったら辰巳と島内が打ってるのが消えちゃうよ。いや、そうなんですよ。そこがちょっと心配なんですよ。どっちによるか決めないと。都合のいい時だけこっちによって、都合の悪いとこは寄らないって一番ダメなパターン。それ一番ファンよ。
そうですね、いや そうなんですよ。だからあの、まあ、島内選手、辰巳選手めちゃくちゃ打ってますけど、まあ、このままずっと行くとは思わないで行こうとは思ってますよ。まあでもいい傾向ね、あの調子悪いよりいい方が絶対いいんで、はい、まあそうですよね、うんうん、それはね。あとはこのね、開幕までにどう調整して、はい、明日から、明日開幕ですからね、はい、この動画が出るのは、だからぜひね注目してもらいたいというところと、はい、セ・リーグは、開幕試合前の当日のお昼に出るんでね、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、主観のね、はい、佐々木予想、袴田予想が当たるのか、はい、データから基づく順位予想が当たるのか、はい、まあ、半年後ね、こだわしましょう。そうですね、はいはい、ちなみにあなたの予想もコメント欄にお願いします。はい。